今日はよく来てくれましたのでね、この何かのご縁でね、まあ、ぜひ覚えて帰ってね、お家に帰ったら友達に、あんた田村まさか知ってるか、ね、知ってるかって聞いてみてください。知らんって言いますからね。もし友達が知らんって言ったら、なんじゃお前知らんのかい、ね、そんな感じで脅かしてやってください。そしたら友達はね、知らないのか、自分だけかなと思ってね、焦ってインターネットを探すわけですよ。そしたら私の YouTube がいっぱい出てくると、ね、そして友達もね、必然的に私の YouTube を見ることになるかもしれない、ね、そんな話でお願いいたします。さてもう一曲ね、ちょっと宣伝なんですけども、これもまあ YouTube 見てもらったら載ってるんですけども、私のねライフワークみたいなこのベーシックシーンっていうシリーズのアルバムが3つあるんですけども、一番最初のベーシックシーンのアルバムはオカリナで全部やりました。2と3はいろんな楽器を使ってるんですけどもね、その中から1曲紹介させてください。ベーシックシーン005のオーボロという曲を、聴いてください。最後にね。